こんにちは。今日はですね、源太郎の机2の06でございます。今日はね、母親にプレゼントをしようと思って、韓国で買ったものをね、紹介していくんですけど、こちらね、妹の、用のプレゼントですね。母親だけだったらかわいそうだ。ということで、コエックスモールっていうね、カンナム。僕はカンナムスタイルの、聖地だとか言って動画撮った、ね、韓国全集の動画がありましたが、それ見ていただくとわかるんですけど、そこの後にですね、コエックスモール行ったんですよね。で、コエックスモールっていうのがあって、すごい広い。もう、韓国のお店じゃなくても、外資のお店で、みんなが欲しがるようないっぱい、いいものが売ってるお店があるんですよ。で、そこにショッピングセンターに行ってきました。でね、一番目を引いたのがね、このサボンの化粧品でしたね。イスラエル発祥でしたっけ？なんかね、そうそう。サボンってね、僕初めて見たんですけどね。でも、北海道にも支店があるみたいで、ちょっと、しょうがないですけど、イスラエルですね。イスラエル発祥の、初の、コスメブランドらしいです。ちょっと開けてみきたいと思います。でもね、中身まで開けることはできないので、すいませんね。ちょっと、で、次回の動画とかで、こんな感じなんですよ。かわいいでしょう。これ日本でも買えますから、多分。全く同じじゃないかもしれないけど。ね、ネットでも注文できるんで、よかったらね。これなんですよ。いいですよね。ジャスミンビューティーで、トレジャーズ、サボン。そうそう。で、この中にね、どういうものが入ってるかって見せられないのが悔しいね。こういうね、これ妹なんですけど、オイルが入ってたり、ハンドクリームが入ってたり、大きいのが入ってますね。そう。ね、これ可愛らしいよね。お土産に、お土産というか、プレゼント用にいいと思います。こういうの買ったの初めてなんですけどね。で、プレゼントというか、試供品もらいましたね。こんなもんです。で、これでね、全部でね、9000円しないかな。お金のこと言うのあれだけど、5000円と3000円ぐらいで、納得して買いましたね。で、あと、このパッケージとかも可愛らしいですよね。花があしらっていたりとかですね、この高級感あふれる、そうですね、その、何て言うんですかね、アラブ系のなんか、王女様が使うような感じの、イメージわかりますかね、なんかアラジンに出てきそうな、そんな感じのやつですね。はい、ごめんなさいね、ちょっと、これ開けることできないんですよ。まだプレゼントしてないんでね。韓国で買いました。ハンドクリーム。これ何が入ってんだろう。ハンドクリームとか、全部韓国語だから分かんないわ。よりわけ分かんないわ。ということで、こういうのを買いました。でね、韓国のお土産はね、これぐらいです。駄菓子買ったのと、あと、前の動画見ていただいたら分かるんですけど、駄菓子買ったのとね、あと間違ってベイブレードのコピー商品買っちゃったのと、そんくらいですね。あと何？韓国のり買ったのと、そんなとこですかね。で、あとさ、そう、韓国のりとかね、僕シンガポール行った時こういうの買ったでしょ、ポケモンの。なんで海外行って日本のようなもの買ってくんだって言うんですけど、やっぱりね、僕、お土産って、やっぱり、ね、日本のもの書いてあると嬉しいじゃないですか。海外のものであったとしても。で、僕、そういう、そのが好きで、海外にね、ポケモンの、これ公式ですよ、もちろん。公式マークの入ったポケモンのやつが売られてんだっていうことだけでも楽しいですし、でね、その利益の一部が日本に返ってくるかもしれないので、それも面白いかもしれないですね。そんな感じですよ。ということで、今日の動画は短く終わらせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。以上。